ここからは準優勝戦3番勝負です。まずは一つ目、第10レースのメンバーが水面に登場。1号艇兵庫の中谷智子、2号艇三重の黒崎達也、3号艇東京の牧浩二、4号艇群馬の橋本久和、5号艇群馬の関博也、6号艇広島の貫地谷直人、以上のメンバーです。インに入るのが1号艇中谷智子です。ただいま鳴門大村と連続優出中の中谷、さあ今回もベスト6入りといきますか。インから戦います。今日は4レースからずっと逃げが続いています。波に乗りたい。2コースは前半5勝目ゲットの2号艇黒崎達也、3コースコース問わずに手堅い走り見せる3号艇牧浩二です。4コース角は4号艇橋本久和、久しぶりの足や終盤へ向けリズムアップ。そして5コースに5号艇関博也、足や初参戦ながら奮闘を光ります桐生のフレッシュルーキー。大外は大崩れない構想を見せる6号艇の貫地谷直人。3対3です。内側から1番2番3番4番5番6番の並び。2秒前スタートしました。準優勝戦の第10レース、2番と5番が若干スタート。最終1幕の攻防戦、インから先前打つ1号艇の中谷智子、まくり出す3号艇の牧、さして2号艇黒崎と向こう正面へ。1号艇の中谷の懐届いているのは2号艇の黒崎。スタートは前提正常でした。1番2番突破争い、抑え込んだ1号艇中谷、アウトに持ち出す2号艇黒崎。2マーク先行するのは1号艇の中谷智子、もう一度打ちを狙って2号艇黒崎とホーム直線コース。先頭は1号艇の中谷智子を振り切っています。2番手に2号艇の黒崎達也、3番手は6号艇貫地谷直人が一歩前。レースは2周目です。先頭1号艇の中谷向こう正面へ、そして2番手が2号艇の黒崎達也、3番手6号艇の貫地谷の内側から4号艇の橋本、アウトからは3号艇の牧が迫っています。2周2マークの攻防戦、先頭は女子レーサー1号艇の中谷智子です。そして2番手に2号艇の黒崎達也、3番手4号艇の橋本が回る。さして6号艇の貫地谷とホーム直線コース、3番手は6番4番この2人が並んで、レースは最終周回です。トップ構想1号艇の中谷智子、最後のバックストレッチへ。2番手が2号艇の黒崎達也、前の2人明日の優出見えました。そして3番手6号艇の貫地谷先行する笹尾と4号艇橋本でしたが、引き波なぞりました。3番手は6号艇貫地谷リードで1番2番6番です。これで入ると3連単 38.7 倍。最終コーナー先頭は1号艇中谷智子、2番手は2号艇の黒崎達也、3番手6号艇の貫地谷と回ってゴールとなります。先頭1番五輪、2番五輪、6番4番五輪、3番5番五輪、以上前提五輪しました。